いわゆるデート、レイプ、ドラッグを一般的に強姦犯人がよく使う手なんですよね。加害者とされる人に対して330万円の賠償を命じられた。元 TBS 社員の方は、まあ、逮捕される。こういうご質問来てますね。ジャーナリストの伊藤詩織氏が自身を中傷するツイッター上の投稿にいいねを押して名誉感情を傷つけられたとして杉田議員に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決に関して意見を聞きたいですと。今後いいねを押したことが名誉毀損につながることになったりするんでしょうかって質問ですね。ツイッター上のいいねの問題に行く前に前提としての事実関係を押さえておきたいと思います。伊藤さんがですね、 TBS の元社員の方に準強姦、この場合は伊藤さん側の主張はデート、レイプ、ドラッグ使われて抵抗できない状況、あるいは眠り込んだ状況になった段階で性交渉をされた。一般的に強姦犯人がよく使う手なんですよね。薬を持って意識を失わせてそれで性交渉に及ぶ。これはもう準強姦といって強姦と全く同じ。強姦というのはまあ、今は強制性交罪なんですけど、暴行または脅迫、例えばナイフで脅して、抵抗したら殺すぞというふうに脅して、あるいはピストルで脅して、性交渉に及ぶの。これはもう抵抗できない状況にした上で性交渉を行うという、これは性的な自由を奪う行為で、これ大変卑劣な行為ですから強姦罪とされていました。でそれとその強姦罪と同じレベルに悪いぞというのが睡眠薬等を飲ませて抵抗できない状況にして、その上で性交渉に及ぶ。これも準強姦といって強姦と同じように卑劣で処罰に値すると。伊藤さんはそういうことをされたんだといってまず刑事告訴をされたわけですね。でこれについて加害者とされる元 TBS 社員の方は、まあ、逮捕されて検察に送られるわけですけども、検察捜査した結果これ嫌疑不十分ということで不起訴になりました。嫌疑不十分というのはその犯罪事実があったかどうかそこまでよくわからないよということを言うわけですね。でこれについて検察審査会制度っていうのがあって、これ検察官が実は控訴権を乱用するというか起訴を不起訴を決定する、まあ、強力な権限を検察は持ってるわけですけど、その行使が不当だということで検察審査会に伊藤さん側が申し立てをされて、検察審査会、これは一般の有権者の中からくじ引きで選ばれる人ですから、まあ、伊藤さんが疑っておられるように検察が何らかのその政治的な意図でもって不起訴にしたんだ、それに対して無作為に選ばれた検察審査会のメンバーの方々が証拠等中身を精査してというのは、加害者とされる方はこれ否定されてますんで、フラットな立場で証拠を検討されて準強姦、正確に言うと不起訴相当という結論を出されたようですね。不起訴としたことは全然間違ってないよというふうに言ったと。伊藤さんがそれは納得できないということで民事訴訟を起こされたんですよね。一般に刑事事件というのは被害者の人権も害されるわけですけど、加害者とされる人も刑事処罰あるいは刑事事件とされることで大変な人権侵害を被りますんで、刑事事件の立証のハードルは非常に高いんですよね。合理的な疑いを入れない程度に立証しなければ有罪とされない。日本の検察はほぼ必ず勝てるという事件しか起訴しませんので、裁判所に対して合理的な疑いを入れない程度に立証することはちょっとできないなと考えて不起訴にしたと。ところがですね、民事事件ではそのハードルが低いんですね。比喩的に言うと 50-50 では立証できたと言えないんですけど、まあ、50% 以上確からしいというところまで立証できれば民事では勝てますっていうのが一つ。それから不法行為っていうのは必ずしも犯罪行為に該当しなければ不法行為に当たらないというわけではありませんので、強姦罪あるいは準強姦罪には該当しなくても性的な自由を、まあ、著しく不当に奪ったということをまだ立証できれば不法行為とされるケースがありますので考慮されたんだと思います。民事で損害賠償請求訴訟を起こされたんですよね。でその結果どうなったかというと、加害者とされる人に対して330万円の賠償を命じられた。330の打ち合わせはおそらくですね、300万円が慰謝料で30万円は弁護士費用だと思います。日本の損害賠償実務ではですね、損害額を認定した上で最大 10% は弁護士費用として賠償を認めてくれるんですよね。でこれ誤解されてはいけないのは、賠償命令が300万で弁護士費用にかかったのが30万だからそれを上乗せしますよっていうのが判決に書かれるんですけど、
その場合にですね、弁護士費は実際30万しかかかってないんだと思ったら、これは大きな間違いなんです。かかった弁護士費用のうちの30万円はその不法行為と相当因果関係のある金額ですよというのを裁判所が見なして、その分まで相手に払わせなさいという、そういう判決なんですね。損害賠償を認めた民事事件の判決の中では、伊藤さんが主張しておられたデートレイプドラッグを使用したということは証拠上認められないと。したがって、その準強姦罪としての犯罪行為が行われましたよという認定をしたわけではなさそうです。合意のない性的行為、酒に酔った状態で、合意してないのに性的行為に及んだ、それが不法行為にあたるというのが民事の判決のようです。これなかなか微妙な判決なんですよね。何せその合意があったかどうかは密室のことで、結局裁判所が見てどっちに言うことが本当か、加害者側は合意があったから性交渉に及んだと言って、被害者側はそんな合意してないというふうに言ってるわけですけど、それが果たしてどっちのことが真実なんだということは、なかなか判断するのは難しいですよね。民事の判決としては、合意がないのに性交渉に及んだから、それは不法行為なんだとされました。他方でですね、加害者とされた、TBS の元社員の方は、伊藤さんがデートレイプドラッグを使われたというふうに盛んに発信されたようで、そのこと自体が名誉毀損に当たるよ、起こっていて、それについてどう判断したかというと、いわゆるデートレイプドラッグを使ったというのは真実とは認めがたいので、そういうことを表現したのは名誉毀損に当たると、つまり TBS の元社員の方に対する名誉毀損に当たるという判決を他方で同時に下したんですね。で、それが最高裁で確定してますから、この民事の判決としては、伊藤さんの方は330万という意味では勝ちましたと。でも自分が名誉毀損を行ったということで55万円を負けましたという話ですね。チャンネル登録、高評価していただけると励みになります。